ちは、柴田です。今回はフェルナンデス本気の一本をご紹介させていただきます。フェルナンデス本気の一本とはこちらになります。じゃ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 ん。ご覧になったことはありますでしょうか。今回千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。形はそう FR、 フェルナンデスオリジナルの FR ですね。ストラトシェイプを元にされているギターなんですけれども、何が本気の一本かというと、なんとなんとサスティナー2が搭載されております。皆さんサスティナー2はご存知でしょうか。恥ずかしながらですね、私シーバードはサスティナー2の存在を知りませんでした。まさかですね、あのサスティナーが進化していると知らずにですね、何年も過ごしていたわけなんですけれども、ご覧ください、見た目から全然違うんです。ちょっと寄ってご覧いただきますね。ピックアップ寄ったらこんな感じなんですけれども、リアがハム、そしてフロントがシングルになっております。リアはご覧いただいている通りセイモアダンカのピックアップが乗っておりまして、フロントご覧ください、なんとダンカンのシングルハムが乗っているんです。あれあれあれと、どこにサスティナーがあるんだいと皆さん気になるところですね。通常だとこちら清志さんのモデルなんですけれども、リアにハム、そしてシングルのフロント部分にサスティナーが搭載されております。これが通常のサスティナーなんですが、こちらサスティナー2搭載のギターはフロントもリアもですね、普通のピックアップが乗っております。セイモアダンカンのピックアップが乗ってます。じゃあどこにサスティナーがあるんだいと、寄って寄ってこちらです。ん？どこだいっていう感じかもしれませんが、これです。このフレットと同じぐらいの幅のこの細いのがサスティナー2なんです。遠目に見たら全然わかんないですよね。これぞフェルナンデス本気の一本、サスティナー2搭載の FR になります。ではではスペックをご紹介させていただきたいと思います。ピックアップはですね、どちらも弾管になっておりまして、コントロールは2つとミニスイッチが2つついています。そしてピックアップのセレクターは3ウェイになっております。まずつまみなんですけれども、こちらネック寄りの方はボリューム、そしてこちらはサスティナーの調整ですね。サスティナーを強くする弱くするという風なコントロールになっております。そしてミニスイッチなんですが、こっちがサスティナーのオンオフ、そしてこっちがですね、通常のサスティーンとハーモニクス、2種類のサスティーンを選ぶことができるようになっております。ピックアップのセレクターなんですけれども、サスティーンをオンにすると起動するのはリアハムばっかになります。なのでフロントの時にサスティナーを使用することはできません。サスティナーをオンにするとここのコントロールは効かなくなるということですね。サスティナーをオフにすると通常通りのギターのようにリアもフロントも使用できるようになると。今まではですね、どうしてもフロントのピックアップを先ほどの清志さんモデルのようにサスティナーを搭載しなければいけなかったんですけれども、こっちの方にも好きなピックアップを搭載できるようになったと、これは非常に大きいですね。そしてブリッジなんですけれども、フェルナンデスのフロイドローズ風になっておりまして、ロック式です。でペグは5等のものがついております。サスティナー1との大きな違いはこのドライバーの大きさが全然違うというところと、もう一つございまして、裏見ていただきましょう。ここにですね、スイッチがついてます。ここになるんですけれども、これでですね、サスティナーのオンオフができるようになっておりまして、何のオンオフかというと、もう電源のオンオフですね。今までのサスティナーは電池が入っていないとギター自体が鳴らなかったんですけれども、サスティナー2はですね、ここをオフにしていると通常のパッシブギターと同じ扱いで、電池がなくても通常通りの音が出るようになっております。サスティナー1はもう一心同体、サスティナーとギター自体が一心同体で、
電池がなくなるとオフになっていたのが完全に切り分けて使用ができるっていうのは、これも強みの一つですね。そしてこのギターのさらなる特徴はここ、タップがついているんです。プッシュプッシュのタップになっております。このコイルタップ機能というのはですね、ハムバッカーのピックアップをシングルコイル風に変えることができるようになっております。このコイル2つのうちの1つを鳴らさなくして半分の出力でシングルコイルっぽくするというふうな機能ですね。フロントの方もシングルハムなので、見た目のサイズはシングルなんですけれども、実はこれハムバッカーになっております。このフロントのピックアップもタップすることが可能です。そしてフレットはですね、24フレットでジャンボフレットが乗っかっております。ネック自体はですね、R が少ないのでちょっと平らっぽい感じですね。なので早弾きとかがしやすいようなネック仕様になっております。ネックはメイプル、そしてボディはマホガニ、非常にいいマホガニです。めちゃめちゃいい木目ですね。そして表面はキルドメイプルが貼ってあります。独特なコントラストで、この辺とかね、非常にかっこいいです。ではでは、この後サスティナー2を鳴らしていきたいと思います。